熱狂的なファンが多い超人気のラーメン店ラーメン二郎で券売機が荒らされ現金20万円が盗まれました。昨日までの3連休店は休みで、何者かがこの休みを狙った可能性があります。量の多さとニンニクなどで人気のラーメン二郎、そんな連日行列ができる人気店が襲われた。警視庁によりますと、こちらのラーメン二郎で窓ガラスが割られ、券売機の中に入っていたおよそ20万円が何者かに盗まれたということです。今日午前8時ごろ、東京千代田区のラーメン二郎神田神保町店の店長の男性から券売機が壊されていると110番通報があった。お店は土日月の3連休はお休みで、先週金曜午後9時ごろに施錠してからは無人の状態でした。今朝店長が出勤する際に異変に気づいたということです。券売機は正面入り口前にあるが、割られていたのは裏手の面を打つ小部屋の窓で、犯人はその窓から侵入したとみられる。券売機には工具のようなものでこじ開けられた跡があり、入っていた売上金と釣り銭およそ20万円がなくなっていたのだった。そんな中、被害を訴える声は店外からも上がったのだ。静岡から来て、ちょっと二郎食べたくてこのために来たんですけど、まさかちょっと臨時休業って形で。ファンのショックは計り知れない。やっぱり神田神保町店っていうのは調べた中でも本店に近いってことで、まあ、行くなら美味しい二郎のところにしようかなと思ってたんで。熱狂的ファンを虜にしているというラーメン二郎、その中でも神田神保町店は有名な人気店だという。ちなみにストリートビューを見てもやっぱり行列ができている。割とレベルの高い合格点を、はい、超えてくるような二郎を、はい、オールウェイズ出してくれる。どこから来られてるんですか？今は石川県から。石川県から、はい、